ところ、食堂、あ、なんか水滴が、水滴が、あ、でもいい感じでモザイクっぽくなっててちょうどいい、ちょうどいい、知らない人映したらあかんから、ちょうどいい水滴になってる。でもそのゴミ箱を水滴で、あのモザイク処理する必要はないと思う。はてさて、そんなこんな、どんな今夜まずはお散歩してる。いや、まだ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 まずまずはこれよ。そう、みんな大好き、ドリンクコーナー。何があるのかな。ふむふむふむ、ちょっと水滴邪魔だね。んーと、温かいお湯と冷水、温かいお茶しかない、お茶と麦茶しか。おいおい、松戸競輪場、おいおい、ケチやな。おい、でもなんか設備は最、なんか最新やな。小田原競輪場見習いや。小田原競輪場、小田原競輪場、廃れてるけどオレンジジュースが出てくるぞ。小田原競輪場は、おんどりら麦茶と全茶と冷水とお湯しかねえじゃねえかい。贅沢言ってすいませんでした。温かい麦茶を片手に競輪場のお散歩、温まるぜ。うん、ちょっと早ましたよね。だって何もなかったからね。そう、奥まで行ったら結局何もないのよ。結局何もなかったのよ。でこれ以上先に進めないのよね。進めないし、なんかもうカメラがガタガタだし、もう戻るー。あー、なんか見やすいとこないかなと思ったら、ロイヤルルーム特別観覧席、ここ。よっしゃ、座ろう。ここが特別観覧席なわけあるかい。とにかくとりあえずこれ以上行けなかったから戻ってきたけど、メインスタンドロイヤル席、特別観覧席、ここだ。そう、ここなんですよ。先ほどのこのね、的を射られている子供のとこのとこが特別観覧席で、なんだこれ、弓を引いてるけど、私はカメラがロイヤル席を映しながらこの子を映す。この子弓引いてるね。耳になんかついてるね。あれを狙ってたってことかい、これ。あれをそのままビューン、ストン、わお。焼き鳥だ、焼き鳥食べよう。焼き鳥が欲しい、焼き鳥とビールを飲もう。焼き鳥、焼き鳥お願いします。あ、七味ありがとうございます。おばちゃん振ってくれました。焼き鳥食べたいと思います。焼きそばもあります。焼きそばもいろんなのが、あ、レスキューだ。でも私、焼き鳥を食べさせていただきます。うん、うまうまービアを、最後の一口いただきました。ゴミはゴミ箱へ、ビアもゴミはゴミ箱へ。アイスを食べよう。アイス、ピノ、ピノがない。ピノ、なんでピノない。なんで物をバカなんだよ。ピノがない、ピノが、ピノがない。競輪場は競輪場じゃない。うん、ピノを出せっちゅうね。わしはピノを探すで。ここになんかありそうやな。まずは傘をね、今日雨だったから、というか台風が来てたからね。うん、はい、ピシッとピシッとやりました。私ピシッとやりました。はい、そして出てきたアイスの売り場、モナ王ばっかやないか。なんでピノないねん、何もないねん。もう無駄足やったわ、無駄足。まあもうそのまま松戸競輪場に行けるところまで行くぜ、わしは。ぶっさいかな、お前。めっちゃぶっさいか。いや、ぶっすやな、お前。なんちゅんじゃ、お前。お前、名前なんちゅんじゃ。マッピー。マッピー、マッピー言うたら、お前、ファミコンやろ、お前、これ。マッピー言うたら、ファミコンやろ。まあ、これが、この子が、松戸の競輪場のマスコットキャラクターだったみたいよ。この子の方がマスコットっぽいけどね。うん、君、何を見とるのかな。うん、その棒、勉強から何を見とんねん。何を見とんねん、お前。何もないよ。てなわけで神社がありました。神社が、これはマッピー、またマッピー、マッピー、うん、財天。はい、どうも、お辞儀しときます。はい、です。とにかく車検を買いました。生命判断で買いました。57ワイドです。自信がなかったんです。てなわけで57ワイドで、村上さんと門田さんでワイドで行きました。1000円も当たってちょうだいよ。そして出てきました、ここが松戸競輪場のバンクです。うん、ちょっと言いたいのは、ちょっと雨で水滴がすごいね、このアクリル板っていうんですかね、すごいついてて、ちょっと見にくいかなと思うんですよね。うん、ここしかないのかなと思ってるんですけど、とりあえず57ワイドを買ってみ、おー、かっこいいね。わら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 出てきよった。わら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 出てきよった。
メラの光とかで見えへんな、これ水滴ちょっとやばいな、これ誘導者さん、いや先導者さん、先導者さん頑張って、先導者さん、先導者さん頑張ってくださいね。水滴ってちょっと見づらいけれども、あともう選手入場してた、選手来てた、もう選手来てた、うーんちょっと見づらいね、これ水滴邪魔だね、どうしたらいいのかな、まだまだね、どうしてもね気づいてなかったんです、この後ろにメインスタンドが2階にあるって、2階に行けば見やすいって気づいてなかったんです、僕この時。この見にくい動画は今回こっきりで勘弁してください、あとは全部次回は全部あの綺麗に見えますからてな感やお付き合いください。この初めての松戸競輪場の私、57ワイドを買ったこの結果やいかにってわけですけども、ちょっとね場所を変えてもちょっと見づらいっていう ね見づらくて本当にごめんなさい。この雨がね、まあ、台風が来てたんでね、もうなんかね大丈夫ですかね、もうてかこの雨が心配ですよね、みんな転ぶんじゃねえかって思っちゃいますよね。とにもかくにも見づらいですけれども、選手のルーティーンが終わりまして、そろそろ発送されます。松戸競輪場で言わせていただきます、私行ってらっしゃいあなたたちと発送いたします。松戸競輪場初めての座長言わせていただきます、行ってらっしゃいあんたたち、無事に帰ってきてね、雨気をつけて、早送りをしております、早送りをしてここからになるんでございます。メンチカツコロッケ定食、メンチカツ美味しい、米美味しい、絶対見てくれよな。